どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またちょっとお人形さんでやったんですけど、前髪のアレンジ方法です。ここのトップにこうボリュームが出ない方だったりとか、あと前髪が長くてアレンジ方法にお困りの方、あと前髪を上げたいけどこう顔が前面に出てきてしまって苦手っていう方に向けてのアレンジ方法になってますので、結構ポイントも細かく説明してますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず前髪の分ける位置を決めます。だいたいこう分けた時に、まあ、前髪として上げる部分と下ろすところの髪の毛が出てくると思うんですけど、ここの下ろすところがだいたいこう目尻のところまで来るぐらいの髪の毛ですね。例えばこれだったら少しちょっとまだ空いてるので、若干前髪を狭めて目尻ぐらいまで来るように設定するようにしてください。反対側も同様に取り分けていきます。でそのまま前髪をまっすぐ後ろに分け取って、だいたいまあつむじぐらいですね、つむじよりちょっと前気味でもいいかなと思うんですけど、そのぐらいの幅を取り分けておきます。このぐらいの幅で取り分けています。まずここでバームをつけていきます。ベタベタにならない程度に、この細かい毛羽立ですねが収まる程度つけてください。櫛でしっかりと溶かして髪の毛をまとめていきます。だいたい半分に分けて、前の髪の毛ですねを少しこう後ろに向かって溶かしてゴムで結んでいきます。次に後ろの髪の毛ですねを半分に分けて、でこの前の毛束の上に覆いかぶせるように挟んで、次はヘアゴムですね、結んでいきます。こんな感じで止まってる状態です。次にこの前のゴムを、ここのゴムにの下に入るようにこう緩めていきますね。で、緩めたらこっちの後ろ側のゴムをギューッと縛ると、ゴムが、前のゴムが隠れてる状態になってます。横から見たらこんな感じですね。完全にゴムがもう見えてない状態になってます。で、前髪の部分をボリューム出していきます。ゴムの部分を押さえながら前髪を広げていきます。真ん中をグッと、一番真ん中が高さが出るようにして、横の部分は真ん中よりも少し少なく出すようにして、なるべくこう山形になるように意識して出してください。で、ここの前髪を出すときに、この前の部分の毛束ですね、ここのゴムの部分をしっかり押さえとかないと、結構ゴムがまたビュッと上に出てきてしまうので、しっかりここを持ちながらボリュームを出すようにしてください。次にここの後ろの部分ですね、ゴムを持ちながらここも数個押しだけ広げていきます。ここにこうつながるような感じですね。どちらかといったらこっちが一番ボリュームが出てて、徐々にこうボリュームが少なくなってくるイメージで出すようにしてあげると、バランスが綺麗かなと思います。高さのバランスと、またここのちょっと分け目の部分なんですけど、ここをちょっとこうボリュームを出すことによって少しボケてくれるので、その辺の分け目を隠して整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。トップのボリュームの出ない方や前髪のアレンジにお困りの方、よかったらこの方法で試してみてください。